おいす、こんにちは、めいです。今回は7月のクエストダンジョンレベル9リーダースキル無効、ちょっと特殊なんですけども、アーニャ&ボンドがね火力枠としてかなり優秀で、まあドロリフとかも結構強いので、今回こちらを使ってね攻略していこうかなと思います。アーニャ&ボンドに3色の攻撃もしくは回復か、神攻撃回復のいずれかのキラーを4突してあげたらいいかなって思います。でさらに100竜でそこら辺にさらに火力を増していくような武器をつけてますよという感じですね。アーニャがね結構いいんですよ、このアーニャのボンド。バランスタイプで3色でお手軽で、なおかついろんなキャラに対して火力が出せるよという感じなんでね、これ神4つですね。まあ同じ100竜ですね。これも同じような感じにしてあります。あー、ちょっとここは変えましょうか。ここもどうしよう。まあ一番攻撃キラーがちょっと余ってるんでこれにするんですけど、この辺にしてあげると OK。 3枚ぐらい欲しいね、火力枠がね。で、一応今回は余分にフェノンもですね、火力枠として、これもね、3色で出せて、まあ銃乗らないとあれかもしれないけど、攻撃力振ってますけど、多分フェノンはあんまり火力枠になってくれないかも。で、カラットでさらにエンハンスかけていきます。はい。結構皆さん持ってるかなと思って採用です。で、アルバートはいるだけですね。まあ一応暗闇対策しますよって感じです。上限解放とか振らなくていいですよ。はい。そんな感じですね。バッチは封印じゃないとちょっときついので、封印バッチでいきましょう。ドロップはジョジョです。ドロップがですね、これないですね。木が欲しいかな、さすがに。なのでこういう時にアーニャが役立つんですよ。はい、ワクワクしていきます。でカラッと打ちます。これでね欠損対策もできたりするからね、毎ターン一応ドロリフできるような余裕があるので、これでワンパンしていきます。多分できると思う。副属性の木がねめっちゃ刺さる。いやー、ギッティギリいかね。ギッティギリいかなかった。アシスト帰ってきたら、それはもう、こっちのもんよ。一旦待った方がよかったか。一旦待って飛ばすでよかったね。はい。そんな感じで行ってください。これ、過剰ですね。はい。で、ここでドロップ弱化してからの敵。最後、フレイヤー。で、向こう張ってきます、フレイヤー。で、ここの封印はバッチリ耐えます。ということで、まずはフェノン打ちます。で、木を作らない陣なので、アーニャのドロリフで変えます。これでドロップジャッカーも消えます。で、火と木があれば OK かなっていうところで、このまま行きましょう。はい、OK ですね。さあ、これで半分まで切れば OK。はい、OK ですね。で、2パンで仕留めれればもう文句なし。盤面は悪くないが、で暗闇やってくるので結局ドロリフが、ああでも大丈夫か、そうか、アルバート用意したんだった。はい、このままコンボ数が足りれば問題ないかなっていうところですね。はい、こんな感じで、さあコンボ数は足りている。さあどうでしょう。はい、 OK ですね。はい、まあこんな感じ。初手のガブリエルは一旦待っていいかなと。一旦待ってアシスト帰ってきてから行けばワンパンできると思いますので、まあそれはお任せします。まあ良ければね、フェノン取ったよって方はね、組みやすいかもしれないし、まあアーニャ&ボンドに関しては、とにかく神攻撃回復に火力を出せるようなキャラクターを、PDC とかで相当していただければいいかなと思いますので、ちょっと一応やってみましょうか。結構ね、代用はそれなりにできると思うんです。攻撃力で、まあ、一応7強はいけると思う。3色いけると思う。神、攻撃、回復、この辺。冬はいらないと思うので、まあ、こんな感じで並び替えてもらえれば、ほら、アーニャ&ボンド強いでしょ。まあ、ボルケーノドラゴンいいんじゃないですか。うん、この辺でもいいかなと思います。ので、この辺をサブに詰めてもらって、組んでもらえれば、結構強い編成ができるんじゃないかなと思います。はい。ということで、少しでも参考になりましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。